実はですね、これも運命みたいだなと思ったんですけど、ひのくんすごく近所に住んでいるみたいで、私にその会いたいって言ってくれたんです。わー、大丈夫か？へえ。この時ばかりは彼女が僕の顔を見ずに話をしてくれていてよかったと思ってしまった。きっと今の自分の表情はひどく引きつっていることだろう。僕の脳裏には見ず知らずの男に泣かされて人間不信になる美咲ちゃんが、彼女の最悪な姿が映し出されている。なんでそうなっちゃうの？まだわからんじゃん。会う約束はもうしたのかな？いえ、まだ返事はしてないんです。来週の土曜日にどうかなって聞かれているんですけど、来週また急だね。あきらさんはどう思います？え、僕？はい。一人で考えていてもなかなか答えが出なくて、だからあきらさんの意見が聞きたいんです。僕は、いやー、難しいね。いやー、どっちかな。私的にはよく考えた方がいい。もうちょっと待ってもいいんじゃないって思うけど、わ、わかんねえな。ぜひ会うべきだ。最悪がよぎってんでしょ。じゃあぜひ会うべきだ。じゃあっておかしいけど、バッと取りたいからぜひ会うべきだと思うよ。どうしてですか？この手の質問をしてくる人は実際のところ胸の内では自分の気持ちが固まっていて、誰かに背中を押されるのを待っていることが多い。だから僕は彼女のために彼女が望む言葉を口にする。自分のことを理解してくれる人がすぐそばにいて、自分の気持ち次第ではいつでも会うことができる。それなのに会わないなんてもったいないよ。まあ全部ね、ちょっと自分の責任で言ってきてほしいもんだけど。こっちが背中を押したから、あなたのせいでこうなったじゃないですかってならなければいいんじゃないか。彼が美咲ちゃんの近所に住んでいたことも含めて、これは運命なんだよきっと。それに美咲ちゃんの話を聞く限り、日野くんがそんなに悪い人だとは思えないから、だから会うべきだと思う。あきらさん、私のこと心配じゃないんですね。待って、待って、めんどくさ。この女めんどくさいぞ。え、日野くんが悪い人だったら私襲われちゃうかもしれないんですよ。もしかしたら年齢も嘘でおじさんかもしれないじゃないですか。いや、まあまあ、それは確かにね。それなのによく考えもしないでそんなのんきなことが言えますね。彼女の口調は荒々しく、失敗したと気づいた時にはもう手遅れのようだった。まるで他人事みたい。いや、まあ、何？あー、そっかー、みたいじゃなくて他人事なんだ。私のことなんてどうでもいいと思っているからそんな無責任なことが言えるんでしょ。私はこんなにも真剣に悩んで、悩みすぎて食事はろくに喉を通らないし、夜も7時間は寝てるな。あきらさんはその場しのぎの適当な言葉で済ませようとしてるんだ。美咲ちゃん、落ち着いて。私は冷静ですよ。むしろこれまでの私が冷静じゃなかったのかもしれない。だってたかが病院で知り合った程度の人を信用して自分の悩みを相談しちゃったんですから。いや、なんなのこの変わりようは。もしかしてそういう病気なのか。もしかしたらあきらさんってすごくたちの悪い人で、私の個人情報を SNS でつぶやいているかもしれないのに、彼女のあまりの言動に僕は我慢の限界を迎える。それは被害妄想が過ぎるんじゃない？は？
さっきから黙って聞いていれば好き勝手言ってくれちゃってさ、こっちは真剣に美咲ちゃんのことを考えているのに否定ばっかりして。そんなに他人の意見が気に食わないなら好きにすればいいじゃないか。違う、私はそんなつもりじゃ。もういいよ。僕は席を立つと彼女の返答を待つことなくその場を去った。ああ、やっちゃったな。あれでは子供の喧嘩じゃないか。美咲ちゃんはとてもネガティブで、弱い自分を守るために殻にこもって他人を攻撃する。彼女は僕に少しだけ似ている気がする。だからこそ僕は彼女のことが気がかりで、見ていてもどかしく時に腹が立ってしまうのだ。明日ちゃんと謝ろう。僕は翌日も病院を訪れた。けれどタイミングが合わないのか彼女の姿はなく、それからなんとなく気まずくなってしまい、僕が病院に足を運ぶことも次第になくなってしまった。バッドエンドにすれ違い。いやーもう何これ、もうほんとめんどくさいよこれはい、じゃあすれ違っちゃうからね、よく考えた方がいいよ。すぐに答えは出さない方がいいと思う。どうしてですか？彼女が少しだけ不機嫌になってきていることは、その声色からも明白だった。僕は慎重に言葉を選んで話をする。美咲ちゃんの話を聞く限り、きっと日野くんはいい人なんだと思う。それなら良くないですか？美咲ちゃんはさ、日野くんと話したことや、顔を見たことはあるの？ないですけど、あ、話もしたことないのか。もしもだよ。もし、彼が嘘をついていて、本当は美咲ちゃんより一回り以上年上の男の人だったら？アキラさん、何を言っているんですか？日野くんは嘘なんてつかないし、それに私は彼のことを年齢で判断するつもりはないです。本当に？彼女の迫力に気をされそうになりながらもかな。僕はなんとか自分の気持ちをぶつける。美咲ちゃんだって日野くんに対して一つくらい嘘をついているんじゃない？それなら彼も何かを隠しているかもしれない。僕はもしもの話をしているんだ。もし日野くんが悪いやつで、やめてください。彼女の叫び声が僕の言葉を遮る。何なんですかさっきから。日野くんにケチばっかりつけて。アキラさんなら私のこと応援してくれると思ってたのに。違うんだよ。僕はただ美咲ちゃんのことが心配なだけだよ。心配？どうして私のことを心配してくれるんですか？ただ病院で会っただけの他人なのに。それは、うん、なんかさ、選択肢何それ、どっちも一緒だけど、なんかこうちょっと軽い感じするよね。美咲ちゃんにガチ恋してるからまあ、てんてんてんだよね。え、まあ、じゃあね、どっちも一緒かな。いや、ちょっとやだな、こっちの選択肢。僕を詰めていた彼女の勢いが落ち、代わりに頬がみるみる赤く染まっていく。いきなり真面目な顔でそんなことを言われても困るというか、私は今日野くんのことでいっぱいいっぱいというか、彼女の取り乱す様を見て、僕は自分の発言の不適切さに気づいた。どうやら彼女はとんでもない勘違いをしているようだ。ああ、違う違う。そういう好きじゃなくて、美咲ちゃんは僕にとって大事な友達で。
慌てふためく僕の姿を見た美咲ちゃんがクスクスと笑う。アキラさん、面白い。いやー、はは。おかしいな。いつの間にか立場が逆転しちゃってるな。ありがとうございます。ひのくんとのこと、もうちょっとちゃんと考えてみます。まあ、それがいいと思うよ。うん、それがいいと思う。うんうん。僕は、ほっと胸をなでおろす。私は別に、そういう好きでもよかったんですけどね。美咲ちゃんが口を尖らせながら嬉しそうに笑った。自動車の通り過ぎる音と、行き交う人々の話し声が聞こえる。退院して間もないせいか、都会の喧騒になかなか慣れそうにない。とはいえ、中心街に比べればこの辺りは人通りも少なく、都会にしては閑静な住宅街と言えるのではないだろうか。慣れない手つきでスマホの地図アプリを起動させると、あらかじめ彼女から聞いていた住所を再確認する。目の前のこれかな？目的地である彼女の住むアパートへたどり着いたことに安堵しながら、僕はそっと中へ入った。美咲ちゃんの家に来たのかな？住人たちの大半が外出しているからだろうか。階段を上る自分の足音だけが辺りに響いている。僕は303号室のナンバープレートを見つけると、迷うことなくチャイムを鳴らした。はーい。部屋の中から彼女の明るい声と、パタパタとこちらへ近づく足音が聞こえる。お、来たね、アキラ。お久しぶりです。彼女は笑顔で僕を迎え入れてくれた。とりあえず適当に座ってて。ということは、なんかハテナハテナってついてるから美咲ちゃんじゃないのかな。あ、はい、アキラとか言われたしね。僕は彼女に促されるまま椅子に腰を下ろすと、キョロキョロと辺りを見回す。部屋には必要最低限しか物が置かれておらず、無機質でシンプルなところが何とも彼女らしいと思えた。お待たせ。え、この子あれじゃない？はじめまして、僕の彼女に出てくる子じゃないか。違うかな。彼女はトレイを持って僕の前に現れると、テキパキと手際よく食器を並べる。この辺りに美味しいって評判のパン屋さんがあってね、アキラが来るならせっかくだからってたくさん買っちゃった。彼女は、かすみさんは僕の前に座ると再び口を開いた。あー、でもかすみって名前だったか知らないな。別人かな。じゃあなんか似てるよね、雰囲気。買ってきたものばかりで申し訳ないけど、どうぞ。コーヒーと焼きたてのメロンパンのいい匂いが一面に広がる。ごちそうになっちゃっていいんですか？おー、そういうこと言うんだ。じゃあ食べるのやめとく？いや、いただきます。僕は大きな口を開けてメロンパンにかじりつく。美味しいです。そう、よかった。あ、そうだ、アキラ、コーヒーに砂糖は入れるタイプ？入れないです。ふふ。僕の返答を聞いたかすみさんが、すべてを見透かしているかのように笑う。ここには私とアキラしかいないんだからさ、無理に大人ぶらなくてもいいんだよ、彼女に言われ、僕は今更ながら彼女と二人きりであることを意識する。かすみさんとは退院前のリハビリ期間に病院で知り合い親しくなった。当時、かすみさんの恋人が僕と同じ病院に入院しており、
彼女はお見舞いで病院へ頻繁に足を運んでいた。それで今日はどうしたの？急に相談がしたいなんてさ。あ、そうでした。僕は再びメロンパンにかじりつこうと開けた口を軽く閉じると、かすみさんにここ最近の出来事を、美咲ちゃんの身に起こっている状況を説明した。なるほどね。僕が説明を終えるなり、かすみさんが口を開く。ちなみにさ、どうしてあきらは私に相談してくれたの？それはかすみさんがモテそうだからですかね。何よその冗談。私のこと持ち上げちゃってさ。あ、もしかしてメロンパン追加で欲しいの？かすみさんが自分のメロンパンを僕のお皿に移す。あげるのね、優しいな。いや、そんなに食い意地張ってないですから。あはは、そっかそっか。謙遜するのではなく、さらっと笑いに変えてしまうあたり。やはり美咲さんはできる女の人だと思う。というかさ、なんで今日はずっと敬語なわけ？美咲さんと出会った頃の僕は長い昏睡状態から目覚めたばかりで、急な体の変化に心がついていけず、子供っぽい言動をしていたのだろう。僕もマナーをわきまえたってことですかね。ふーん、まあいいや。それで本題だけど、私 SNS とかネットには疎いからさ、美咲ちゃんってこのしたいことに良し悪しがつけづらいところはあるんだよね。わかります、僕もです。だからまずは一番大切なことを聞いておこうかな。一番大切なことですか？うん、この件についてさ。アキラはどうしたいと思ってるの？僕ですか？うん、まずはアキラがどう考えているか知りたいかな。かすみさんは優しく僕に問いかける。僕にとって美咲ちゃんは大切な友人だから、応援したい気持ちはもちろんあります。うまくいってほしいとも本気で思ってる。でもどこかモヤモヤが消えないというか、全力で肯定してあげる気になれなくて。なるほど。かすみさんが考え込むように顎に手を置いた。もしかしてアキラの気持ちのモヤモヤに、前にアキラから聞いた夢の話が関係していたりするのかな。夢の話？そうかも。昏睡状態にあるうちのほんの短い期間だけ、僕は不思議な夢を見ていた。夢の中の僕は自分の意識をはっきり言えて、自分の意見をか、どんなことにも全力で、今の僕とは比べ物にならないほど魅力的な人だった。その美咲ちゃんって子、夢の中のアキラに似てるのかな。言われてみれば似てるかもしれません。ひどくんと出会って美咲ちゃんは前向きになった。その姿が夢の中の自分と重なって見えて、僕は美咲ちゃんに嫉妬しているのかもしれない。あ、じゃあ恋愛感情はないのかな。彼女は夢の中の僕に、僕がなりたい僕によく似ているから。そうなんだろうね。美咲ちゃんの背中を押せないのは、彼女が自分より先を歩いているのが羨ましいから。本当は美咲ちゃんにうまくいってほしくないのかもしれない。そう考えると、僕ってひどいやつですね。自分の性格の悪さに嫌気がさす。かすみさんはそんな僕に優しく微笑みかけると、諭すような口調で話を始める。それはちょっと違うんじゃない？
確かにアキラは美咲ちゃんに対して羨ましいって気持ちは持ってると思う。でもうまくいってほしくないとは思ってないんじゃないかな。じゃあどうして？多分だけどさ、アキラは夢の中の自分と美咲ちゃんとを重ねて見ているんだと思う。だから心配なんだよ。心配ですか？うん。前向きな美咲ちゃんがひのくんと会って、もしも彼に拒絶されてしまったら、美咲ちゃんはとても傷つくことになると思う。会わなければよかったって、ずっと殻に閉じこもっていればよかったって後悔するかもしれない。アキラはそれが自分のことのように不安で仕方がないんだよ。そっか。かすみさんに言われて僕は自分の気持ちを理解する。それでも、もし僕が夢の中の自分みたいに前向きで好きな人に会えるチャンスがあるのなら、きっと美咲ちゃんと同じ選択をすると思う。うん、それでいいと思う。ありがとうございます。というか、夢の話と一緒にして考えるだなんて、現実で悩んでる美咲ちゃんに失礼ですよね。はは、夢はただの夢なのに。アキラの悩みが解決できたならよかった。ただね、かすみさんはムッとした表情で再び口を開く。ここからは君より少しだけ経験値の高いお姉さんからの忠告ね。はい。彼女の鋭い眼差しから目が離せない。僕は背筋を伸ばし、彼女の次の言葉を待った。たとえ夢であったとしても、自分で自分の気持ちを悪く言ったり雑に扱っちゃダメだよ。アキラのしてくれた夢の話はアキラにとって今でも忘れられない大事な思い出なんじゃないの？その通りです。夢の中の僕には恋人がいた。二人で過ごした時間はかけがえのないもので、あの幸せだった日々を何かと比べたり優劣をつけることなんてできるはずがない。それならアキラはそのことをちゃんと忘れずに覚えてなきゃいけないし、なかったことにしちゃいけないよ。私の彼は、ともくんはもうこの世界からはいなくなっちゃったんだけどさ。いや、やっぱそうじゃないかな。彼との思い出は私の中でちゃんと生きてるし、忘れちゃいけないって思うからさ。かすみさんは少しだけ寂しそうに笑った。すみません、軽率でした。僕はかすみさんに対し頭を下げる。わかればよろしい。というか、アキラが難しい言葉を使ってる。バカにしないでくださいよ。あはは、ごめんごめん。それにさ、かすみさんは会話の終わりにそっと言葉を付け足す。私は好きだよ。アキラの夢の話。なんだ夢って、なんかつながるんかな。かすみさんと話をした数日後、僕は再び美咲ちゃんに会いに病院を訪れていた。